投球フォームには、その人間の生き方が反映、出る。私は、そんな持論を持っている。たとえい、タビューには、口数の多くない投手であって、投球フォームを見れば、自分は、こんなボール、投げたい、こんな投手でありたいという主張。にじみ出るもの。投球フォームは、雄弁なのだ。ななか、私が憧れる、生き方をしているのが、ゴーショウスムだ。たとえ野球に詳しくない人でも、 里の投球フォームを見たら他の人と全然いいと気づくに違いない。それくらい独特な投げをしている。右腕を大きく背中側まで回してクバックを取り、左足を突っ張るように地につけてから右腕を叩きつける。つい、どうし、この投げ方にたどり着いたのと思ってしまうほど野球界で異彩を放っている。トザットの特殊、投法をめぐっては、 しばしば、故障の危険がある、は、理にかなっているなどと論争の種になる、こうでは、その是非はあえて問わない。その題は、トザトがこの投げ方にたどり着いた権威や、と、の生き方について語りたい。私が初めてトザト見た、高校2年時は、ここまで変則的な投げ方で、なかった。精神ウルスラ学園、宮崎のエースと、手夏の甲子園に出場したトザトは、サイドスロ、だった。 右腕を大きく回すテイクバックは頭から特徴的だったものの体を横回転させる下方はオーソドックスの部類に入っていたろうその一年後再び大舞台に登場した戸里はルで別人になっていた侍ジャパン高校代表宮崎県選抜の練習試合で戸里は宮崎県選抜投手として登板しているテイクバックはさに大胆に取るようになり ボールをリリース、る際には腕を縦に叩きつけるようになった。イドスローとも、スリークォーターとも言え、し、低めに突き刺さるボールには、オーバース、のような角度もついている。なんともアベ、ベナ、形容詞がタイフォームになっていた。こう、2年と3年のわずか1年間に、一体何があった、か、私は戸里に聞いてみたことがあった。だが、里は、 大きく変えたという意識はないんです。答えた上で、こう続けた。体重が増えて、急速、上がって、投げていくうちに、自分の投げ方が、使ったんじゃないかなと。だからこそいい、チングもできましたし、ちょっと肘のくらいも上がったんじゃないかなと思います。ここ、中で、自分のフォームは、スリークォーター、いう認識だという。